前回までのバーナード・ビログは、皆様お疲れ様です。バーナードです。今日はポップマート Vlog なんですけども、今日は Vlog パートはなし。もうすぐに開封に入ります。ボックス開封です。買っちゃった、散財しちゃった。アズラ開けていこうと思います。で、今回は2部制、前編後編に分けて動画撮ろうと思います。毎回ね40分とか動画ね、誰がクリックするんだって自分でも思っちゃうんで、まあ、大体20分ずつぐらいに分けれたらいいなとね思っております。でね、これアズラっていうシリーズはですね、ポップマートのこれメーカーの商品なんですけど、ポップマートのレギュラーキャラクター、ディム、プッキー、モリーとかね、スカルパンダとか、そういったレギュラーラインのキャラクターではなくて、今回ね新しく仲間入りというか、まあコラボレーションしたキャラクターなので、普段ね人気キャラクターとか好きな人もぜひねこれを機にちょっと、見てってほしいなと思います。僕個人としてはめちゃめちゃツボなキャラクターなのでね、もう表紙もやばいでしょこれ。なんか美少女戦隊的な、なんて言うんでしょうね、なんかなんだろう、こうパワーパフガールズみたいなニュアンスっていうのかな、なんかこう少女の戦隊ものみたいな感じのね、ちょっとね弱いっていうか、なんかまあこの顔ちょっとキャラデザインもねすげえ良くて、もうとにかく早く開封したいんで、早速アズラ、アニマルファイティングマッチシリーズ、アニマルファイティングマッチシリーズですね、ボックス開封していきたいと思います。さあ、というわけでお疲れ様です。バーナードです。アズラアニマルファイティングマッチシリーズ、引き続きボックス開封続いていきたいと思います。今のところ一番欲しいブラックスナイパーは出ておりませんが、まあおそらくどっかで出てくれると信じています。代わりにシークレットが出ちゃっても、まあそれはそれでいいのかなっていう感じですが、まあちょっとね引き続きまず7体目から続いていきたいと思います。よいしょ。いや、何回見てもこのピースボックスの箱もたまんないですね。さあ、ではではでは7体目の開封です。よいしょ。台座は後ろの方で、よいしょ。あ、ちょっと待って、大丈夫かな。よし、7体目のアズラの開封です。いきます。せーの、うわー、これも可愛い、淡い色、これも、いや、やばいですね。あ、なんか胸の部分にロゴが入ってる。 AZTV、 アズラ TV ですかね。まあ、つまりもう分かりますね、これはキャスターのキャラクターだと思うんですけど、カードはこちら、リトルベアリポーターということなので、コグマですね、クマのキャラクターのアズラです。そして TV リポーターですね。そうなので、こちらにはパーツがついてるんですよね。もうね、ちょっともうやばい、もうツボつきすぎててマジで可愛いっす。なんだろうな、この色味、色合いがいいのかな、めちゃめちゃ、あ、しかもなんか髪が、もうこれすごい、ちょっとマーブルな感じ、カラフルな。で、後ろ姿はこんな感じで、コンセントのようなものがリボンみたいになっていて、こう出ているような感じですね。いやー、いいわ。AZTV。で、付属品のマイクを今持たせてあげたような感じですね。で、よく見ていただくと、右目の方にこう、ちょっとドラゴンボールのスカウターみたいなのがついてるみたいな。これなんだろうな。で、まあ左目はもうおなじみの涙のね、パーツがついてるんですけど、こちら、まあちょっとこちら、台座の色的には青ですね。水色のアズラというような感じですね。素晴らしい。いやー、たまんないですね。さあ、そろそろブラックスワンスナイパーの、
姿が見たいところなんですけど、よし、いきます。せーの、よいしょ、よいしょ、よいしょ、来た、やっと来た、来ました、大本命。うわ、すごい、これはこれシークレットじゃないんだねっていう僕は本来のシークレットの白いキャラクターよりもこっちがシークレットなんじゃないかなって思っちゃうんですけど、来た、こちら待ち望んでいたブラックスワンスナイパーですね。はあ、いいね、見てください、付属品にはこの、うわっとっと、見てください、付属品にはスナイパーライフルが、はい、スタンドとこちらね、付属品のスナイパーライフルを持たせて、もうこんな可愛い感じですが、しっかりと臨戦態勢、銃を構えております。両目をつぶってて、そして涙はもちろん出ています。耳の部分には羽がついてますね。このデザインのアイデアいいですね。ここに羽があるんだっていう。で、背中にはちょっとこう悪魔の羽みたいな、ちょっとデビルな羽がついてるっていうね。で、まあ、全体的にこう黒を基調としていて、この子に関してはもう顔とか全部のパーツが光沢ですね。ツヤツヤとした感じになってます。いやー、これはマジで本当に一押し。もう実物見てさらにちょっと舞い上がってます。あ、で、アソートボックス開封の時は毎度おなじみ、動画の後半に、じっくりとさらにこうね、寄ってじっくり見るっていうコーナーもあるので、そちらもぜひぜひ見ててください。はい、ついに出ました、推しのキャラクターね。で、次が9体目ですね。9個目のあずらになります。いやー、終わりが近づいてきてる感じです。9体目のあずら、いきます。よいしょ、せーの、よっ、わあ、これまたかわいいこれまた、これはナース、看護師の格好をしてますけど、じゃじゃん、こちらはシープナース、羊モチーフのキャラクターのナースのキャラクターですね。こんな感じで、これはね、僕ね、渋谷のマグネットで実物を1個見たんですけど、パーツがね、確かね、すごいパーツ入ってるんですよ。ほら、お注射ですね。これはもう付属品は MVP じゃないですかね、この注射。これね、これ中は実際の液体ではなく、もうこのまま形成されているような感じです。いやー、かわいい。これね、羊、確かに羊の角がついてますね。もうこれはめちゃめちゃピンクに色彩されたキャラクターですね。後ろの部分にはリボンがついてます。足の部分もめちゃかわですね。ここにこう、ピンクの羽のような装飾がされています。いいね、本当にこのシリーズはもうどれが出ても本当に可愛すぎるんですけども、一応台座の色的にはこの、なんて言うんだろう、こう、インディゴブルーっていうのかな、なんかちょっとこう、マットな青が台座のカラーですね。で、ちなみにアズラシリーズはこれ番号がついてて、これ04って言ってね、4番目のファイターという感じみたいですね。いやー、いや、可愛すぎるな。素晴らしいです。いやー、少しずつこのお祭りも終わりが近づいております。10体目のファイターですね。よいしょ、さあ出てきてちょうだい、いきます。うわ、これまたすごい紫貴重な、うわ、これかっこいいっすね。ちょっと、あ、待って、これちゃんと見てなかったな。こんな子いたんだ。うわ、かっこいい。めちゃめちゃかっこいい。若干オーバーサイズなグラサンっぽいのかけてるけど。これ、あれかな、ボクシングですよね。多分、ボクシングモチーフな感じですよね。
さあカードはこんな感じです。スコーピオンガールファイト。スコーピオンってことはヘビですね。頭の感じとかこの紫っぽい独特しい感じは確かにヘビっぽい。あれスコーピオンって違うか、スコーピオンサソリか、サソリですね。サソリのファイト、ファイターですね。スコーピオンガールファイト、あれいいんだよねサソリでね。ちょっとなんか不安になってきますけど、いやこの足の感じめちゃめちゃかっこいいですもんね。この造形ですよ、もう言うことなしです。さあそしてこれ付属品がめっちゃポイントでした。付属品つけるとこんな感じでサソリの尻尾だがついてくれますね。だんだん喋れなくなってきてるけども、あこの向きにしてもいいかもしんない。どっちの向きがいいんだろうな。この向きでも可愛いっすね。いやーあれまでもまあ、上だろうな、上向きが正解でしょうね。こんな感じで可愛い。ボクシンググローブにはアズラの A が書いてありますね。これはちょっとノーマークでダークホースでしたね。ちょっと調べてなかったんで。さあ残すところあと2体です。開封タイムもあと2つで終わりなんですよね。開けていきます。せーの、きたうわーかわいい。これネズミですかね、この耳。うわー黄色忘れてた、黄色忘れてましたね。黄色もいいね。ちょっとパーツつけていきます。じゃじゃーん、光線銃みたいな銃を持ってますけども、こちらはじゃじゃん、マウスレーザーウォーリアーとのことですね。まあ、レーザーガン持ってるネズミモチーフな戦士ですね。これもまたいいデザインだな。着てる服もめっちゃ可愛い。あ、後ろ姿めっちゃいいですね。で、尻尾がネズミ感があっていいですけど、この着てるね衣装も素晴らしい。結構光沢ですね。この子もかなり光沢感強めな顔、子で、特徴はこのフェイスシールドですね。シールドが顔についてるような感じになってます。で、まあ、ネズミの耳ですね。そう、全体的にこう黄色、まあ、ほぼ黄色ですね。黄色がメインのアズラでございます。はい、さあ皆様これが最後の開封です。アズラで今調べたんですけど、シークレットとあとね、バタフライバタフリーサージェントっていう子がいて、ブラインドボックス好きな方はだいたいシークレットを求める方も多いと思うんですけど、デザインで言うと、バタフリー蝶々の方の子が僕は好みでした。なのでシークレットが出てももちろん嬉しいんですけど、まあここまでシークレット出てないんで確率はほぼないと思うんですけど、バタフリーの子の方が僕はデザインは好きですね。という複雑な、またスカルパンダの時もこんな感じだったんですけど、さあよいしょ、来ます。謎のドキドキ、そして終わってしまう悲しみが襲いかかってきました。さあ最後、蝶のように羽ばたくのか。来ました、これもめっちゃ可愛くないですか。これちょっとどうですか皆さん、これあのシークレットがね、真っ白ななんかロボットっぽい子なんですけど、まああれもあれでめちゃめちゃ可愛いんですけど、これやっぱオリジナルのデザインの子たちの方が僕は、やばすぎる後ろ姿。ちょっと待ってよ、アズラ&PDC ってロゴは入ってますけども、いやこれもまた色味がね、なんかほんとこのアズラ全体通してなんかレトロな感じがするんですよね。レトロな香りが、そこがいいのかな。なんか平成レトロ感があるんですよね。なんだろうこの、なちょっとじゃあ全部パーツとかつけていきます。さあちょっと光線銃のようなものを手に持たせて開けてますね。あれこの子ちょっと実物で見たらめっちゃ推しですね。
あ、なんか全体的な色のなんと統一感というか、まあ、色合いですね。色の合わせ方は一番好きかもしれないな、これ。いやー、いいですね。バタフリーサージェント、ちょっとカードももちろんね、見たいと思います。バタフリーサージェント、蝶々ですね。もう蝶々もはや動物なのかというところもあるんですけど、まあ素晴らしい。うん、これ最後を飾るにふさわしいアズラ、アニマルファイターですね。さあ、というわけでじっくりと見ていきたいと思うんですけども、まずはこの主役の子ですね。この黒を基調とした、もう表紙でおなじみのキャラクターなんですけど、まあ、うさぎモチーフでね、この子もめっちゃいいですよね。でも、まあ、やっぱね、このキャラクターごとにね、表情、涙を浮かべているんですけども、どこかね、こう優しそうな感じもしていて、まあ、ファイターという感じのキャラなんですけど、なんか非常にこう温かみを感じるような、表情をしているのが特徴的ですね。まあ、武器を持ってるんですけども、この子に関してはちょっとこう、あの水鉄砲、ウォーターガンですよね、水鉄砲な感じで。で、同じ武器、これは多分光線銃っぽい感じなんですけど、これはネズミモチーフのアズラですね。これも本当に、これも本当ボリューミーな、一番多分ね、ボリュームはあるのはこの黄色いアズラですね。うん、後ろ姿もね、すごい結構派手めな感じで、こうちょっとね、派手なポップマート好きな人は黄色が非常にいいですね。うん、もう色がね、黄色ってまたこう映える色なんで、もう写真撮ったりしたいですね。なんかいい感じの背景のところでね。で、これが先ほど最後に出てきたバタフリーですね、蝶々モチーフの子なんですけども、これもね、ほんと後ろ姿ですね。この子に関してはもうやっぱこの状態が一番かっこいいかもしれない。うん、後ろ姿めっちゃかっこいいですね。で、前から見ると、あ、なんかこれももうなんか主役っぽい感じがするな。さっきのこのバニーちゃんもね、すごい表紙でね、主役っぽい感じだったんですけど、この子も結構主役感はある気がするな。うん、かわいいですね。全体的にボリューミーではありますけども、うん。そしてちょっと似たような色味なんですけども、こちらはキッティンソルジャーですね。猫なんですけど、この子のポイントは何といってもローラースケートを履いてるとこですね。そうで、結構全体的にこうガチャガチャっとした感じのデザインで、色味もね、あの色味がね、ちょっとこのバタフリーソル、あのバタフリーサージェントか、蝶々の子とすごい似ていてですね、これは組み合わせて置いてあげても可愛いかもですね。うん、なんか対になってるような感じですよね、色味もね。同じ色を使ってますもんね、完全にね、黄色とかもね。なのでこの2体は結構並べるとちょっとこうなんか相棒同士的な感じでいいかもしれないですね。いや、ほんと、まあどれも素晴らしいんだけど、で、ちょっと先にこっちを、この子は結構ね、今回の中でも結構特殊というか変わり種みたいな感じの位置づけかも。でね、なんか目もよく見るとね、すごいキラッキラしてる感じで、なんか不思議な感じですよね。そうで、この子はね、サソリモチーフなんで、お尻には尻尾がついてるという感じなんですよね。これはこれで可愛いですよね。なんかどこかポケモンのなんか、アーボックでしたっけ、アービックみたいな、あのヘビのコブラのポケモンをちょっと思い出させるようなデザインですけども、まあ、紫を基調としていて、紫好きな人もね、結構多いと思うんで、まあ、そういった方にはおすすめなって言っても、まあこれを一発で出すことは難しいんですけども、いいなと思うような一体でございます。はい、可愛いですね。さあ、そしてこの子もね、またちょっと面白い感じなんですけども、これはリポーターさんですね。コグマルのリポーター、リトルベアなんですけども、クマをモチーフとしたデザインのアズラですね。これもね、また綺麗な、この子のね、ポイントはもう完全にこの髪の色のマーブルなグラデーションですね。グラデーションがすごい綺麗で、耳もちょっと可愛いですよね。
でこの背中のリボンは、コンセントのデザインになっているという結構細かく造形がされている一体でございます。まあ、あとポイントとしてこのちょっとスカウターなんて言うんだろうな、これなんですかね、この右目だけにこうね、なんかちょっとこうシールドみたいなのがついてるんですよね、フェイスシールドみたいな。でこっちには涙っていうような感じのデザインです。手にはマイクを持っていますね。これもなんか全体的にデザインのなんかコンセプトが決まってて、綺麗な一体だなと思いますね。はい。でまあここからちょっと僕の怒涛の推しキャラクターラッシュなんですけども、まあ、この子もまた素晴らしくて、この子はもう持ってるアイテムの造形が非常に素晴らしいのと、あとこうピンク色とねこの淡い青で、すごいいい感じにまとめられたデザインだなと思います。羊のモチーフのキャラクター でなんか後ろもこのキャラクターに関してはそんなにこうごちゃごちゃせずにね、シンプルにまとまっていて、それもまた可愛さをね演出してるのかなという気がします。これであんまごちゃごちゃしてるとね、すごいもうボリューム出すぎって感じになっちゃうんで、多分ねこのね持ってるこの注射器を際立たせるためにキャラクター本体の方は結構シンプルになってるのかなというような気がしましたね。これもめっちゃ最高です。結構気に入りました。さあそしてこの子ですね、この子は一応帽子に豚の鼻があるだけで、帽子あの豚デザインの豚モチーフらしいんですけども、これもねまたちょっとこうおまわりさんみたいなデザインでめっちゃ可愛いんですよね。なんかこう青を基調としていて、なんか警察っぽいですよね。このシールドもなんかそんな感じがして、全体的なデザインのコンセプトまとまっていて可愛いかなと思います。ちょっとすっきりしたシルエットのアスラですね。シールドめっちゃいいんですよね、クリアパーツ使ってて。そう、これでも欲しい人なんか多そうな気がするな。青をねかっこよく決めて着込んでます。はい。で、そしてこの子ですね。これ今回ダークホースでしたね。これはもう実物を見たらめちゃめちゃ可愛かったというパターンですね。なんか買う前はねそんなにかなって思ってたんですけど、実物を見たらもうこの後ろ姿のボリュームのある感じとかね、もう全体的なバランスもめっちゃいいし、もうこのキャラクター単体で成り立つんじゃないかっていう、こうキャラクター自体の可愛さがありますね。やっぱポニーテールもね本当キツネっぽくていいですよね。そう、この子はねキツネ、フォックスチアリーダーなんでね、キツネモチーフなんですけど、まあ、手にはボンボンを持ったチアリーダーのアズラという感じですね。造形もいいですよね。片目を閉じてるところが非常にポイントが高いかなと思いました。はい。でここからは怒涛の推しキャラクターラッシュなんですけど、よいしょ、まずこの子ですね。この子は、まあ、アズラのファイターたちのファンの子という設定の子なんですけど、この子のねもう色もう超レトロ可愛い、レトロポップな色味がねもう素晴らしいです。まあ、最初にやっぱねムッキー、前回のねボックス開封のムッキーもそうだったんですけど、1個目のね子ってねものすごいなんかうわーっていうすごい感動がきがちなんですけど、ちょっとそういった補正もあって、すごい気に入っている一体ですね。後ろ姿もこんな感じで、この子はね結構普段着みたいな感じなんですけども、一応ファイターシリーズの中にラインナップされてる一体ですね。で手にはこうねペンライト持ってたりするんで、もう完全に応援に来てるキャラクターですね。そしてなぜか泣いているというね、まあ、泣いているのは全キャラクター共通なんですけど、これも素晴らしいキャラクターでした。で、オレンジがちょっと続いちゃうんですけど、この子ですよね。まあ、今回ブラックスナイパー狙いだったんですけど、この子は今回ちょっと MVP かな、ちょっと迷うけど、ブラックスナイパーはもともと狙ってたんで、まあ良い、いいのは分かってたんでね、この子がちょっと実物を見た上での衝撃度というか可愛さに関してはナンバーワンでしたね。服の着てる服もねすごいいい感じで、MVP を上げたいなと思います。このポイントの緑もね、もうこの
この辺の緑とか本当分かってますよね、デザイナーもね。本当に素晴らしい一体です。最後に紹介するのはこちらです。ね、もういやこれシークレットじゃないのかって感じですけど、ダブルシークレットでも良かったと思うんだけど、まあちょっと今気づいたけど王冠つけてるんですね。そう、こちらブラックスワンスナイパーで、今回結構他のキャラクターに比べると造形が違うキャラクターで、全体的に光沢がものすごい強くかかっている質感ですね。非常に可愛い顔してるんですけど、まあ両手にはスナイパーライフルを装備しているというような感じで、後ろから見るとちょっとこう悪魔の羽のようなものが生えてるのが確認できます。はい、いやーこの子はもう本当に絶対欲しかったんでボックスで買っちゃったんですけどね。まあこれで全部どう飾ろうかな、これね。じゃちょっと一旦並べてみますか。いやちょっといい感じに収まるかなと思ったんですが、普通に横幅足りなくていやまあ12体の12人の戦士ってなかなか多いですよね。うん、オーシャンズ12みたいな感じですよね。オーシャンズ11からの12みたいな感じでね、すげえ多いんですけども、まあなんかやっぱねこういう感じで並べたいですよね。ちょっと戦隊っぽい感じというかね、全然こっちの方映ってないですけど、いやー素晴らしいですね。これはボックス買い正解ですね。本当にこれが多分ね人生3度目のボックス開封かな。スカルパンダアクションカットシリーズ、ムッキードリーミーライフ、自分で購入したのはこれで3つ目ですね。あのユキのエボリューションシリーズはポップマートさんからご提供していただいたものがあったんですけど、自分で購入したアソートボックスはこれが3つ目になりますね。いやーやっぱねボックスで買うとなんかこうハラハラドキドキ感はないっていうのはあるんだけどね。でも多分動画を見る側としては多分なんかピースでランダムで買った方がいろいろ見れてよかったりすると思うんですけど、まああとねこう当たり外れみたいなところとかあると思うんですけども、まあやっぱりねこのアズラみたいな、もう本当に本当全部のデザインが素晴らしいっていうのはやっぱボックスで買うのがいいのかなと思いました。まあ、単純にねちょっとまあ3月仕事頑張ったっていうご褒美も兼ねてなんで、ね、またそういう機会があればというか、まあ、また4月仕事頑張って、アソートボックス買ったりランダムでピース買ったりとかしてできたらなというところでございますね。はい、で多分ね来月か今月末あたりにあのディムとかスカルパンダが続々新作の情報が出てたりするので、まあ、まだね正式にポップマートのジャパンからは発表されてないのでわかんないですけど、グローバルの方ではディムの、車乗り物に乗ってるシリーズの新作が出てるようなので、まあ、そちらもちょっとね、まあ、どうしようかなって感じですけどね。多分乗り物系ってちょっと高かった気がするので、値段によっては2か3個かな、2ピース3ピース購入して開封できたらなというところですね。ちょっと3月は結構いろんなもん買っちゃったんで、4月はちょっと抑えながらみたいな、まあこう言っとくことでちょっとねちょっと抑えれるかなっていうところもあるので、まあそんな感じですね。でこのバーナード Vlog では普段こういった可愛いものを探求する、まあ私バーナードのライフスタイル Vlog でございます。まあ基本的に僕の日常の中でねいろいろこう可愛いものを探索して、まあ趣味全開の私の趣味全開の YouTube チャンネルという感じになってるので、まあ、もしね、何かこう通ずるもの、いいものが私のチャンネルのページにあればぜひぜひまた遊びに来ていただけると嬉しいです。でチャンネル登録はお任せしますのでご自由にお願いしたんですけども、動画の評価はぜひぜひお願いいたします。楽しかったら高評価、ちょっと今回いまいちだったなーっていう感じだったら低評価、どっちでもいいので押してってください。コメントも、コメント一番嬉しい、コメントマジで嬉しい、はい、ありがとうございますね。というわけで、まあ、今回も長い長い動画になってしまいましたが、アソートボックス開封また機会があればチャレンジしたいと思うのでぜひぜひまた遊びに来てください。というわけでバーナードブログ今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。